こんにちは。天売を堀秀夫です。えー、今日は EU 仕入れの報告2ということでですね。えーまあ、今日まで EU を見て回って、まあ、あとはね、上海でちょろっと上海始めていくんで、どんな街か見て、まあ、日本に行くわけなんですけど、えー、EU を見る前に考えてたのとね、えー、EU を見てから思ったこと、まあ、それね、結構違いました。ちょっとね、3つの 思い違いというか勘違いというのがありまして、まあ、これはね、えー、普通の人なんかもやはり、えー、勘違いしている部分が多いと思いますので、えー、それについてシェアしたいと思いますまずね、えー、EU 安い激安の街なんですけど日本製品は高く売ってます日本で売るね3倍から5倍で売ってますで結構な人気見たくてね、えー、どこにでもメリーズがあります EU の一番中にね、インターナショナルショップがあるんですけど、そのうちのおそらく半分ぐらい、10店舗以上がね、メリーズ置いてますね。まあ、他にも置いてるんでしょうけど、細かく見たわけじゃないんですけど、日本商品、ね、まあ、月曜とかで安く買えるものが、激安の街 EU で高く売ってるという、まあ、不思議な現象というかね、 日本製品すげえというようなね、状況がひしひしと感じられました。でちなみに、まあ、EU の副田市場だけじゃなくて、アパレルの市場も行ったんですけど、まあ、アパレルはね、普通のアパレルで儲けるのは厳しいでしょうね。まあ、思った以上に値段も高いですしね、えーまあ、バンコクより高いと、ね。バンコクより高くて中国品質はちょっと厳しいですよね。まあ、そういう状態でした。 あとね、注意しなきゃいけないのはバッチノもう、こういう分かりやすいね、えー、バッチモノならいいんですけど、えー、そうじゃないバッチンまでも、もう本当バチバチあります。で、じゃ中国、ね、EU に来て、えー、分かった3つの勘違い。まずね、はじめ、まあ、コピー商品やライセンス違反をするメーカーとね、付き合うべきじゃないとね、ね、えー、その、まあ、違反するとこは違反するしね、 違反しないとか違反しないんだろうと思ってたんですけど、いや、違反してないとこを多分探すのは難しいぐらいね、ほとんど、えー、ほぼ100%違反してます。ね、平気で、まあそこそこの品質のものを作れるとこでも、えー、何の考えもなしに有名ブランドのライセンスとかね、普通につけちゃってますんでね、これはもう、えー、しょうがないというか、ね、えー まあその法律違反をするメーカーと付き合うべきじゃないな、そんなの言ってたらね、付き合うとこないんだなというのがね、よく分かりました。えー、もうこれは違反しないとこだから、ここは大丈夫だということじゃなくてね、違反はもう100%しますんで、自分の発注したものがね、大丈夫かどうかはもう自分でちゃんとチェックするしかないということが言えます。それから、中国に来るまではね、 やっぱり中国商品、ね、不良品が多いんで、検品できちんと、ね、不良品を預ければ問題ないんだなというふうに思ってましたけど、えー、違いますね。えー、そもそも9割方のメーカーが日本の企画には対応できないです。ねえー、まあ日本人だと、日本で売るよと言ったらだけで取引できないというところもありますし、えー、値段が、ね、単価がいきなり1.5倍になるところもあります。 でなんで1.5倍なんだって言ったら、もうね、あの、日本うるせえんだよとね、ね、えー、めんどくせえこと言いやがってもこ、こういうのもね、やんなきゃいけないから、まあ、正直ね、1.5倍でも別に喜んでやるわけじゃないんだというようなニュアンスですね。えー、やれやれって感じなんですけど、まあ、そもそもね、えー、ちゃんと作れないところに発注していくら返品してね、検品したって、何やったって、まあ、あのー、 対応は無理ですねだから100%不良品が来ると。ね、あの不良品を作る工場に頼めば、えー、不良品率は100%ですね。えー、3割とか5割じゃなくて、そもそもちゃんと作れないとか作れないと。ちゃんと作れるところに頼まなきゃ意味がないというのがね、よく分かりました。だからね、まあ、検品、広い意味の検品なんでしょうけどね、作った後に検品してもしょうがないですね。そこに発注して大丈夫かどうか。 対応とかね、サンプルとか、えー、置いてあるサンプルとね、あと本当に作らしたサンプルの出来を見て、えー、本発注すると。ねえー、1000個頼んで1000個作ってからいくら検品したってね、もう遅いというのがよくわかりました。それから、中国に来るまではね、えー、中国に来ればやっぱ中国商品たくさんあると。この EU の市場にはね、えー、170万点の商品があるというようなことを言ってたんで、 まあね、頑張っていっぱい歩けばね、いろんな商品見れて、えー、日本にはない商品ね、見つかるというふうに思ったんですけど、まあ、170万点全部見たわけじゃないんですけど、まあ、日本で売れてる、えー、質のいい商品とか気の利いた商品がね、EU だと全く見つからないと。ね えー、そもそもね、日本のメーカーがインドネシアに生産を移したのは知ってたんですけど、インドネシアで作ってるもののね、えー、バッタモンが優位にあるかなと思ったんですけど、それすらないと。やっぱりね、えー、日本市場すげえなと思いました、ねえー。日本で、日本の展示会とかね、ハンズだの、デパートだの、えー、あとね、通販のネットショップだの、えー、そういうのをまめに見てるとね、えー、やっぱ世界中で売ってる、売れてる高品質な商品が、 えー、見れるとだからね日本にいながらはじ、まあ、めは採算の返しでサンプル販売、ね、してみて儲かるとなったらそれを作れるところに発注するという流れの方がよかろうと、ね、特に初心者の方がいきなり中国に来てもね多分疲れるだけでやることないなという気がしました。 あるいはね、勘違いしてね、えー、ライセンス違反とか入れられない商品とかをね、大量に買っちゃうとかね、えー、いうことがあるんだろうなというふうに思いました。まあ今回ね、まあ代行会社の通訳と方も頼んでいろいろ見たんですけど、結局通訳の方もね、えー、ライセンス違反とかそういうのは、えー、把握は甘いと、ね、えー、私自身も見て大丈夫だろうなと思ってサンプル入れた商品がね、えー 代行会社に持って行ってたらこれ日本に入れられませんとね、何って感じだったんですけど、まあ、そういうのもありましたし、結局、代行会社ってね、えー、微妙ですよね。まあ、いろんな人の、例えば私の商品でね、今回何がいらんな,んないって分かったというのがいろいろあるんですけど、それを細かく教えると、他の人がやってる商品を教えちゃうことになるんで、実質、これは大丈夫、これはだめとか、これが売れてるってアドバイスはね、えー、できないわけですね。 逆にやってるとこがあったとしたら、それは使いにくくてしょうがないですよね。自分がせっかく見つけたね、売れる商品をその、ホイホイ教えられたんじゃたまったもんじゃないと。だから代行会社っていうのは、使い方を考えないと、えー、厳しいねというのはね、えー、思いました。それからガイドの方もね、えー、同じことですね。えー、イホイえー、これ売れては、これこれ前買いました、これダメでしたとね、役立つ情報を教えてくれたらね、このガイドじゃ俺の、 今回一緒に回ったこと他のやつでやるんかいというのがあるんでねまあそのいろんな意味のこういうのがいいとかこういうのがダメって今まで言われてあるいはネットで拾った情報人から聞いた情報がねよくよく考えるとそれちょっとね違くないかいというのがね結構多かったですですから中国仕入れに関してはちょっと組み立てを変えてですねまたこういう形でやりますというのをねご紹介しようと思います とりあえずね、えー、日本に帰ってやるセミナーの時までには、沖縄とね、福岡でやるセミナーの時までには、えー、こういう流れでやるとノウハウとして完成してご紹介します。でもちろんそのノウハウは会員の方には、えー、シェアさせていただきます。で、そうは言ってもね、えーまあ、私は商品を見つけたりね、何しろ伊達に無駄遣いしてませんからね、普通のサラリーマンの年収ぐらいを 20年間ずっと無駄遣いし続けてますんでね、すんごいくだらないものとかいっぱい買ってますんで、やっぱり、えー、私みたいな浪費家がいっぱい買うであろうという商品はね、ほいほい見つかりました。でその辺の商品はね、えー、全然もう写真と、えー、画像の整理が追いついてません。とりあえずアップしたりね、間違えて消さないように取っとくので精一杯なんで、これはまた、えー、ぼちぼち整理ついたところから、えー アップしてきますあとね、これはいつも相談を受けているあの人にいいなと、あるいは、えー、頼まれた商品、その辺の商品はね、えー、まずそのいつも頼んでいる人にね、これ似たのだけどどうっていうのとか、あるいは頼まれた人にはその20商品以上ね、えー、こういうのあります、これどうでしょうかというのをね、えー、ご紹介させていただこうと思います。また、もしも何もネタはないけどね、コツコツ作業するのは得意なんですという方は、えー、ネットショップを作ったら、 稼げそうな、えー、商品、ジャンル、2、3、えー、見つけてますんで、えー、ネットショップチャレンジしてみたいという方いらっしゃればね、えー、声かけてください。えー、まあ、売れるまで、えー、サポートしますし、逆に、えー、まあ、興味がないけどね、えー、儲かるってんなら作業しますという形であれば、リスクがないようにね、まあ、もしも、えー、完成までやってね、えー、やっぱりあの、 よくわかんないしつまんないから扱いたくないという場合はね、えー、その作ったネットショップを私が買い取るような形でね、えー、そのその間のコンサルフィーカーあるいは手間賃を、えー、無駄にしないように、えー、何か、まあ、いい条件を出して、えー、取り組んでもらうということができますんで、まあ、このネットショップを作るのがですね多分自分自力でやると めんどくさいから、あるいは時間がないからやめとこうってなりかねないんで、もしもネットショップ作るの、やぶさかじゃないです。どれぐらいの時間とね、何を扱うんですかというのがね、気になる方がいれば、お声がけください。これは、個別サポートの会員さんも、普通のサポートの会員さんも、どちらでも対応可能ですんで、お待ちしてます。そんな形で、まあ、いよいよ、 やっとこさん。ね、えー。そうは言ってもあっという間に終わってしまいましたけど。まあ、広くて疲れました、ね。で、あと、他の方にね、会員さんに教えるんであれば、EU に来て一緒に探すとかじゃなくてね、えー、日本にいながら、えー、これこれこういうとこ行ってこうやって探すと。で、こうやって売れたらこういうふうにしてね、えー、次を発注して。で、発注先を中国に、えー、移すのはこのタイミングでね。で、注意すべき点はここだというのがね、 今まで私自身も聞いたことのない、ちゃんと使えるレベルで、えー、提供できます。ね。代、え、行、ー、と、中国輸入に絡めた代行とかコンサルティングってね、えー、中身を聞いてみるとんそれ、それってコンサルティングの意味あんのかいというようなケースが多いんですけど、なぜそうなるかのね、理由もわかりましたんで、えー、私は代行会社もやるつもりはないですしね、やっぱ商品探しと、えー、できるだけ 効率よく儲けると、ね、いうのに絞ってコンサルティングしてますんで、その代行とはね、相反する、え、コンサルティングもできるというところでね、え、仕組みを組み立てて提供したいと思います。そんなわけで、中国商品、ね、膨大にあります。でもやっぱり商品探しするのは日本の方がやりやすいというね、え、ちゃんちゃんという感じなんですけど、いきなりね、中国ツアーとかやってね、 疲れて大変じゃないですかというね、クレームを受ける前に、えー、その事実が分かってよかったなと。もしも中国来る際はですね、今度はもっと効率よく楽に、えー、あるいはボンと来るとこうボンと儲かるというタイミングで来るというのでね、やろうと思いますので、えー、こうご期待ください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。